はい、木の店三目です、ブラックオールナットですね。長さが、1800あります、そしてですね、こっちがまあセクチュ狭い方が36センチ360、そして大体真ん中の方のこの耳と耳の内側のこの平らなとこですね、台面の部分で430ですね、43センチで、そして、ね、一番広いところが、まあ、元口のねちょっと入ったところなんですけど、そこでだいたい台面の平らなところで55センチですね、そういった感じです。一番元口のねところは47センチですね。そんな感じの板になります。厚みの方が、52ミリですね、 5.2 センチですね。形もちょっとこう入り組んでて、まあ、末口のね向こうの方がぐっと狭くて、まあ、こっちがまあまあ、ちょっと60センチまではないですけどね、こう耳がねちょっと平らになってるんで、こんな感じの板ですね。楽しみなのは今これ塗ってぐっとね色がね濃くね、濃い茶色っていうんですかね、そういう色がね出てくると思うんですけど、オイルの方塗っていこうと思います。じゃあお願いします。木裏の方からですかね。はい、木裏の方から塗っていきます。えぐれがあるんですね。まあ、ちょっと入り革みたいな感じなのかな、革の部分ですね、入り革なんですよね。それがね結構深く3センチぐらいかな、もうちょっとしたなんか小物入れみたいな感じの深さはありますね。それがちょっとこの辺にこう入ってます。やっぱりいい色がね出てきますね。木裏の方だと、清表よりもねやっぱり耳が結構平らな感じの耳だったので、このね一番狭いところがさっきね360で話したところで、この木裏の部分で50センチあります。そして真ん中のところが、先ほどね43センチで言ってたところで550ですね。そして今一番広いところをこれで、このね木裏のこの部分で690ですね。そういう風な感じで結構木裏にして使うとね、だいぶ広く、使うことができますね。もうちょっとね ここですね、この部分をちょっとどう見るかで、ここね埋めるかどうするかって結構ね悩ましいところなんですけど、そうですね、今回はね何もせずにもうこのまま残して、木裏もね仕上げることにしています。こういう風な感じで見え方とすれば結構ねこういう濃いね茶色の中にまたさらにねグッとこの入り皮の部分がこういうふうに濃くね映ってるので、なかなか見た感じはまあ面白いかなと思いますね。ただねやっぱりどうしてもねこの使う用途と考えればね、一番こう使う一番いいところがこういうふうにくぼみがあるんでね、なかなか使い勝手のところがねちょっとクエスチョンマークになってしまいますけど、はい、木裏もねいい感じで仕上がりましたね。はい、木裏の方が以上です。どちらも裏表ともにねサンダー仕上げですね。やっぱりブラックオールナットっていう木自体もまあねくるみ油とかね、やっぱナッツはね、というね、名前がついてるくらいなので、やっぱり結構こう油っぽい感じですよね。そんな松とはまたねちょっと違うんですけど、植物油と相性がすごくいいですよね。オイルのねなんかすごくノリがいい感じですね。そういう風な感じでいつもだいたいブラックオールナットの場合はそういう感じで、まあ、どれ塗ってもねすごくオイルとね相性がいい感じで、しっとりね塗る前はねちょっとねこう乾いた感じの
肌目なんですけどね、本当に塗るとあとずっとしっとりねした感じになるんで、なんか油がね呼び起こされるような感じになるのかちょっとね分かんないですけど、なんかねそんな印象ありますね。この木自体もですね、この一枚板もあのこの年輪をね見てもらうように、あのだいぶ芯からね遠いところで、芯からだいぶ離れてますね。そしてあと耳ですね、耳もね比較的こう皮目の部分が渋くね残ってて、すごくね雰囲気よく皮がねいい感じで仕上がってます。なので皮もね一つこう見どころのこう景色をねあるアクセントポイントになってますね。この白田と赤身のこの間のこのね一本のこの筋もね、なんかこうちょっと色が違ってて面白いですね。ちょっと島な感じでね。そうですね、こっちの耳の方も皮がねいい感じで残ってて、すごいね渋い仕上がりになりますね。いいですね。そこの部分だけね、ちょっとカットされた感じですかね、えぐれてるところですね。ここは木がちょっとね出てますけど、わかりますかね、ここが木の実の部分でこっちが皮ですね。はい、こんな感じで塗装がね今終わりました。うん、やっぱり渋いですね本当に。もうね全部同じ感じの色目のようなね感じで塗る前はね想像するんですけど、やっぱり塗ると本当にこの大面は大面で、この白田の部分とねこの赤身の部分はやっぱりこうねやっぱ全然違いますよね。そして赤身の中でもこのね濃いね茶色の中でもね、やっぱりこうまたさらに島の板目のねこの違いがはっきりねやっぱり見ると分かりますしね、やっぱり塗ってみてぼやけてたねところがグッとねやっぱり一つ一つこう浮き出てきますね。この皮の部分もね耳の部分もこの辺なんかすごくね渋くていいところですね。はい、こんな感じでブラックウォールナットですね、植物油で今仕上がりました。いい感じで仕上がりました。ご視聴ありがとうございます。